セレクションカップ決勝戦、オリックスバファローズ対読売ジャイアンツの一戦です。解説は里崎智也さん、赤星憲広さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。まずはバファローズの先発田嶋、マウンドに上がります。相手がルーキーですから、当然負けるわけにはいかないというプライドがあるでしょう。1回の表ジャイアンツの攻撃、バッターは丸山。さあ注目の立ち上がりです。空振り三振、まず一つアウトを取りました。これが5球目、振っていきましたが三振。バッターは正木、ツーアウトランナーありません。マウンド上のピッチャーは田嶋、そしてキャッチャーは若月。このバッテリーをジャイアンツ見逃し三振、スリーアウトチェンジ。この回ジャイアンツ3人で攻撃を終えています。1回の裏バファローズの攻撃です。バファローズはご覧のようなオーダーとなっています。一方守りますジャイアンツはご覧のような守備陣です。ジャイアンツマウンドに上がるのは先発の山田。さあバファローズ打線相手にどんなピッチングを見せてくれるんでしょうか。佐野が打席に入ります。さあジャイアンツはルーキーが登板ということになります。さあそのルーキーをバファローズ打線がどう打ち崩していくか、非常によく見極めました。フォアボールです。ノーアウトから先制のランナーを出していきます。これはチャンスですよね。ノーアウトのランナーですから得点まで行きたいですよね。はい、さあこのランナーを返したい。相手バッテリーはゲッツ、走ってきた。キャッチャー二塁送球する。これで先制点にぐっと近づきましたよ。インサイド弾き返した打球はセンターへ。さて赤星さん、この吉田左アウトコース打ちました。赤星さん、バッターの一郎打ちました。痛烈、これはどうか。バファローズ1点を先制しました。センター前のタイムリーヒット、1対0。バファローズ試合の主導権を握ります。ここで声をかけました。さあ注目しましょう。この当たりはどうか。しかしこの回バファローズ鮮やかな攻撃で先に点を取りました。1回終わって1対0、バファローズ先制です。2回になります。追いかけるジャイアンツの攻撃、バッターは注目のルーキー池田。バファローズ1点リードで迎える2回です。さあ1点を先制しての打ちました。高いバウンド、見逃して三振になります。バッターは DH 前田。ツーアウトランナーありません。インサイド落ちました。センターに大きな打球、センター下がっていく、下がっていく。2回の裏バファローズの攻撃、バッターボックスは6番山足。
バファローズ1点リードで迎える2回の攻撃です。赤穂空振り三振、ワンアウトです。バッターは7番に入っている足立。山田、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。さあ5球目は何か。アウトコース打ちました。次が5球目、外れてフォアボール。ツーアウトからランナー出ます。このランナーを返したい。さあ貴重なランナーが出ました。ここは大事に攻めていきたいところ。三振、スリーアウト、チェンジ。ランナー出ましたがバファローズ得点には至りませんでした。2回の裏1対0、1点リードはバファローズです。3回の表、7番から始まるジャイアンツの攻撃。バッターは吉野。バファローズ1点リードで迎える3回です。里崎さん、リードをもらっ外れました。先頭バッターを歩かせます。ノーアウトから同点のランナーを出していきます。先頭バッターを歩かせるのはまずいですよね。はい、ここは気持ちを切り替えて。これが2球目、追っつけて打ちました。バッターは有園。ワンアウトになっています。スリーボールツーストライク、フルカウントです。ライト方向を流しました。これはどうだ。さあバファローズ同点のランナーを背負った場面です。そうですね、せっかく先制したんでここは失点せず切り抜けたいですよね。なるほど、そうですね。さあ打ち上げた、高い打球。いい角度で上がった、これは大きな打球。外の球打った、セカンドの右。同点のチャンスがあったジャイアンツですがそのチャンスを生かせませんでした。1対0、バファローズが1点差を守っています。これから3回の裏、オリックスバファローズ打順よく1番から始まります。佐野がバッターボックスに入ります。前の打席ではフォアボールを選んでいます。バットに当たりません、三振。ワンアウトです。バッターボックスには3番吉田。先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。ツーアウトになっています。三振になります。スリーアウト、チェンジ。この回バファローズ三者凡退です。3回終わって1対0、1点リードはバファローズです。回は4回の表、ジャイアンツ打順よくこの回はクリーンナップから始まります。バッターは正木。先ほどの打席打ちました。バッターボックスには4番池田。先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。まずはワンアウトを取っています。バットに当たりません、三振。好投を続けています。里崎さん、ハイペースで三振を積み重ねてますけれども。そうですね、まああまり飛ばしすぎてもね、後もありますしね、ええ、バッターが二回り目になってからがまた勝負ですね。なるほど。さあこの打ちました、流しました。オリックスバファローズ4回裏の攻撃になります。イチローがバッターボックスに入ります。先ほどの打席で先制のタイムリーを放っています。いやー、そこでよく打ってくれましたよね。はい、ここも思い切っ三振です。ワンアウトです。打順は5番中川。先ほどの打席はセンターフライに倒れています。前の打席はヒットになってもおかしくないような当たりでしたよね。外れてフォアボール。ワンアウトからランナー出ます。このランナーを返したい。
さあ貴重なランナーが出ました。ここは大事、ここで声をかけました。打ちました。これはどうか。さあバファローズ追加点のチャンスを迎えています。ここで中押しできればさらに試合を優位に進められますからね。うん、そうですよね。まあただチャンスで結果を。4球目は何で来るか。ストレートのフォアボールになりました。これでワンアウト満塁、点差を開いていくか。タイムリーを期待するところですけど、フォアボールでもグッジョブですよね。いい当たり。つなげなかったですね。まあでも次のバッターチャンスに強いですから、どう打ち崩してくれるかが楽しみですよね。はい、その期待のかかる若月がバッターボックスです。いい当たりだ。ランナー出ましたがバファローズ得点はありませんでした。4回終了1対0、1点リードはバファローズです。5回の表、追いかけるジャイアンツの攻撃。バッターは今日 DH に入っている前田。先ほどの打席は打ちました。打ちました。打ちました。右中間に上がった。5回の裏、オリックスバファローズ打順よく1番から始まります。バッターは佐野。今日は盗塁が1つあります。引っ張った。これはどうか。さあバファローズ追加点のチャンスを迎えています。ここで突き放しておけば終盤やりやすくなりますからね。なるほど、そうですね。まあそしてチャンス、インサイド打った。いや、抜けていればもちろんタイムリーというところでした。赤星さん、今のプレーご覧になっていかがですか。あー、これはさあ、これで決まるのか。ここも見送ってよく選びました。フォアボールです。よく選びましたよね。チャンスは広がります。ツーボールツーストライクです。強い当たり。つなげたかったですね。まあでもね、次は勝負強いバッターに回ってますから非常に期待がかかります。見極めてフォアボールです。ここは得点が欲しいですね。まあ彼は勝負強いバッターですから、どう攻めていくのかバッティングに注目ですよね。このチャンスに期待が。低めのボール打った。さあ面白い当たりになっている。ランナー出ましたがバファローズ得点には至りませんでした。5回終わって1対0、1点リードはバファローズです。配球表をご覧いただいています。今日はストレートが多くなっています。直球で押し込んでいる、そんな印象です。6回の表に入っています。追いかけるジャイアンツの攻撃。バッターボックスは9番アリゾノ。先ほどの打席はライトへヒットを放っています。インサイド打ち上げました。詰まりながらもライトへ。打順はトップに帰って丸山。先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。このボールは外れてフォアボール。ワンアウトから同点のランナーを出していきます。キャッチャー強肩なんでランナーは引っ張った。ランナー出ましたがジャイアンツ得点には至りませんでした。1対0、バファローズが1点差を守っています。配球表をご覧いただいています。今日はストレートの割合が多くなっています。6回の裏、7番から始まるバファローズの攻撃。足立がバッターボックスに入ります。前の打席ではフォアボールを選んでいます。バファローズ空振り三振、ワンアウトです。バッターは DH 田口。先
先ほどの打席はセカンドライナーに倒れています。前の打席はアウトになりましたけど、よく見極めました。フォアボールです。ワンアウトからランナー出ます。このランナーを返したい。ランナースタート、キャッチャー送球してタッチアウト、盗塁失敗。赤星さん、盗塁は失敗してしまう。ここも見送ってよく選びました。フォアボールです。ツーアウトからランナー出ます。このランナーを返したい。フルカウントだと普通は手を出すようなボールでしたけど、よっ、変化球空振り、ボール球に思わず手を出してしまいました。ランナー出ましたがバファローズ得点はありませんでした。6回終わって1対0、1点リードはバファローズです。ゲームは7回の表です。ジャイアンツ打順よくこの回はクリーンナップから始まります。バッターは正木、先ほどの打席はライアフライに打ちました。さあ決め球を思い切って投げ込みたい。センターへ持っていった。バッターボックスには5番水野。バファローズ連打でランナーを増やしています。ちょっと連打を浴びてるんでね、ここは踏ん張りどころですね。はい、さあここをしのぎきれるでしょうか。さあ同点のランナーを背負ったこの場面です。ここはゲッツーを取りたい場面です。空振り三振、ここは投げ勝ちました。まず一つアウトを取りました。ランナーは変わらず二塁一塁です。ここで声をかけました。さあ外してくるのか。このピンチ空振り三振に切って取りました。まあここはツーアウトになったんでだいぶやりやすくなったんじゃないでしょうか。はい、三振でツーアウトとなっています。ランナー二塁一塁は変わりません。ここで声をかけました。空振り三振、ここは投げ勝ちました。ジャイアンツの追撃を許しませんでした。三振を奪ってピンチを脱しました。一走のご声援をお願いします。オリックスバファローズラッキーセブンの攻撃になります。打席には2番バッター宗、今日はまだ当たりがありません。バファローズ1点リードで迎える7回の攻撃です。赤星さん、試合を、変化球空振り、ワンアウトです。3番バッター吉田、前の打席ではフォアボールを選んでいます。山田、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。インサイド、打球はセンターへ。打ちました。この回バファローズ3人で攻撃を終えています。7回終わって1対0、バファローズが1点をリードしています。さあ3球目は何か。打ちました。ここでコーチが声をかけました。さあ注目しましょう。三振になります。打順は1番に帰ります。バッター丸山、前の打席ではフォアボールを選んでいます。ツーアウトランナーありません。ストレートのフォアボール、ストライクが入りません。ツーアウトから同点のランナーを出していきます。ちょっと心配で、初球は何で来るか。キャッチャー二塁送球する。ここで声をかけました。さあ注目しましょう。
バッターボックスは3番正木。先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。バファローズこの回同点にされています。里崎さん、ここからは抑えていきたいところ。まあここまでよく守ってきてますよね。ファーストランナースタート、二塁タッチアウト、盗塁失敗、これで3アウト。しかしこの回ジャイアンツ貴重な得点が入りました。1対1、ジャイアンツ同点に追いつきました。8回の裏バファローズの攻撃です。そしてジャイアンツはピッチャーが変わります。背番号15大勢がマウンドに上がります。接戦の中での よく見極めました。フォアボールです。ノーアウトから勝ち越しのランナーを出していきます。これはチャンスですよね。ノーアウトのランナーですから得点まで行きたいですよね。さあここでバファローズダイソーを送ります。ファーストランナーは小田、長打でランナーが帰れば勝ち越しです。低め打った。7番バッター安達、先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。さっきは中途半端なスイングで三振でしたよね。今度はしっかり捉えたいですよね。そう。ダーッと当ててしまいました。デッドボール。完全にすっぽ抜けてますね。外野は下がってますね。ファースト。ランナー出ましたが、バファローズ得点には至りませんでした。8回終わって1対1、同点です。バッターボックス正木、前の打席はスプリットを打たれたんでね、ここは組み立てを変えてくるでしょうね。さあここはどういった攻め方をしてくるか。引っ張った、さあどうだ。ランナーを背負ってのピッチングになります。さあそして打席には池田が入っています。ここは嫌なバッターが続きますから、バッテリーは大変。バファローズここでピッチャーが変わります。一打勝ち越しの場面でマウンドに上がったのは吉田。さあそしてバッターボックスには池田が入ります。こういう大事な場面で怖いバッターが続きますが、なんとか抑え切ってほしいですよね。さあ勝ち越しのラン打ち上げました。まあここで攻撃の流れを切っておきたいところなんですよね。ただここからが大事ですからね。無失点のまま切り抜けたいですね。そうですよね。さあこの場面で打席には5番の水野が入っています。さあこれで決まるのか。打ち上げた。さあそして打席には前田が入っています。ここは嫌なバッターが続きますから、バッテリーは大変ですよね。さあうちのボール打った、大きな打球だ。勝ち越しのチャンスがあったジャイアンツですが、そのチャンスを生かせませんでした。1対1、同点です。9回の裏バファローズの攻撃、バッターボックス若月、前の打席ではフォアボールを選んでいます。バファローズ同点で迎え振っていきましたが三振、ワンアウトです。打順はトップに帰って佐野、今日は盗塁を一つ成功させています。大勢、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。外れてフォアボール、サヨナラのランナーがワンアウトから出ました。さあ貴重なランナーが出ました。ここは大さあ6球目は何か。ここも見送ってよく選びました。フォアボールです。ここでコーチが声をかけました。さあ注目しましょう。空振り三振、前にボールを飛ばせません。せめて右方向に転がしてランナーを進めたかったでしょうね。ストレート打った、サードの左、アウト、これで3アウト、試合終了。
チャンスは作りましたが、サヨナラには至りませんでした。五分五分、勝敗つかずということになってしまいました。結局接戦の末、両者譲らずの展開になりました。ご覧のように今日のゲームは引き分けで終了です。今日の解説は里崎智也さん、赤星憲広さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。皆さんありがとうございました。